はい、どうも、シュウテビでーす。お願いします。というわけで、ね、本日はいつもと違う場所に来ているんですけども、そうね、はい、本日は埼玉県上尾市にあります、はい、ワイズベースボールフィールドさんに来ております。はい、一体それが何かというとですね、うん、埼玉県上尾市に英語教室と室内練習場が一緒になった施設ができたということで、メジャーリーグ目指す子も大丈夫だね。あ、そうなんですよ。今回は、この中を見せていただいて、実際にこうどういうことができるのかっていうのを体験しながら皆さんにお伝えしていこうかなと思います。はい、はい、で、場所がですね、それびっくりしたの。そう、場所がここなんていうんですか、完全にこの室内練習場のこのでっかい倉庫の中とかじゃなくて、バリュープラザ上尾愛宕店、スーパーバリューかな。そうそう、まあ、いろんなお店があるんですけど、その中の一角に練習場があるということなので、テナントだよね、要は。そうですね、あの商業施設のお店がある中で、中入るともうまるでここ全然違うっていうんですか、入ったらもう人工芝がブワーあって、うん、ネットもちゃんとこうブワーってあって、あのグローブとか貸し出し系のね、道具めちゃめちゃあって、キャッチャー僕もありましたね。ありました。バットもある、ボールもある、公式軟式両方いけるっていうのはやっぱそうすごい魅力的なあの施設かなと思います。子供からお年寄りまでね、誰でも使えるような本当に素晴らしい環境の、はい、室内練習場となっております。まあ、商業施設っていうぐらいだからね、あの普通に昼もやってるんで、そうなんですよ、平日昼間もやってるんで、そうなんですよ。まあ、そういったところで言うと、あの、まあ、土日休みじゃない社会人とかね、うん、練習で使えるんだろうし、でたまにあの学校お休みの学生さんとか、まあ、大学生なんかも、まあ、大体まあ自分のグラウンド行くとは思うけど、うん、まあ、でもそういった使い方もできるんじゃないかなっていう。そうですね、やりたいっていう時は。そうですね、はい、例えば野球スクールであれば、あのお母さんとか親御さんが買い物をしてる間に、うん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 、っていうのもできるし、はい、素晴らしいなと。終わった後一緒に買い物できたりとかする。それもありますね、本当にいいと思います。ちょっと中行きましょうか。そう、行きましょうか。そうですね、はい、行きましょう。はい、というわけでこちらの、施設の代表の伊佐子さんに来ていただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もあの埼玉なので、まあ、あのこういうところがあるって聞いたのも速攻で来ちゃいました。ありがとうございます。どういうなんかコンセプトというかで、あのお作りになられたんですか。はい、まあ、私もともと神奈川の出身なんですけども、やっぱその横浜っていう地域は海が近くなので比較的涼しいんです、はい、ただこの埼玉っていう地域に引っ越してきてから、やっぱ思ったのが暑いんですよね。そうなんです、夏すごく暑くて、今やっぱ40度近くなる中で、子どもたちが野球をやる場所が、まあ、環境として良くない、公園で野球ができなかったりだとか、家の前で壁当てができなかったりだとかっていった、ことがあるので、なんとか子どもたちにその野球をやる機会をちょっと、増やしたいなと思ってオープンしたのがきっかけになります。なるほど。いつ頃からオープンされたんですか。今年の5月。5月。はい、じゃあまだ2ヶ月ちょっとですね。へ、ね、はい、なんかここではあのどういう方々が今あの来てらっしゃるんですか。まあ、ほとんど中学生、小学生のお母さんがメインなんですけども、はい、まあ、中学生ではあの近隣のシニアボーイズの子たちがあの本格的に野球やりたい子っていうのが多いので、はいはい、まあ、公式球、軟式球どちらも使えるので、はい、そういったことで自主練といった形で今使ってくれるのがメインです。なるほど。すごくないですか。いや、施設すごいですよね。公式軟式できるところってなんかそこまでないと思うんですよ。あの、なんだろう、倉庫みたいなところだったらあるんですけど、はい、商業施設と一緒になったところで公式ができるってなかなかないと思うので、すごいな。こういう中なのでやっぱ涼しく練習ができるので、はい、効率よく環境のいい場所っていうのを提供させるなと思って。そうですよね。入ってみるのがこの貸し出し用っていうんですかね、はい、道具がめちゃめちゃあって、はい、これはもうやっぱ手ぶらというか、やっぱ道具ない子でもあのできますよっていうなんかのですもんね、はい、そうですね。うちはアカデミーもあるので、はい、野球をやったことない子たちから、野球を本格的にやってる子たち、あとお母さんお父さん一緒に来てちょっとキャッチボールしようかなっていった形での家庭でも使えるようにって形で道具を充実させてもらってます。ちょっと施設の方ご紹介してもらってもいいですか。はい、はい、お願いします。まあ、マシンが公式軟式どちらも、出てくるマシンですね、が2台完備しております。小型マシンに関しては60キロから、110キロまで出ますので、小学生から大人の方まで、打つことができます。で、中型マシンこちらに関しては80キロから140キロまで、出ますので、本格的にプロを目指す子たちもできるような。140も出るんですか。140も出ます。で、ここでやるのは基本バッティングメインなんですか。ノックとかもやるんですか。マウンドもあるのでピッチングもできますし、はい、ノックもできますし、
か何でもできるじゃん。何でもできます。だからそのアカデミーとかでやるときは、はい、なんていうんですか、その使わないでこう体幹とか、なんかインスタ見たんですけど、はい、体幹のなんかこう、そうですね、フィジカルトレーニングっていうのをまあ重点的に置いてますので、運動の基礎を育ててから野球をといった形になりますので、本当にまあ野球に進んでくれればいいんですけど、子供たち今いろんなスポーツがあるので、野球からちょっと枝分かれしてもいけるように、あの子供の運動の基礎をちょっと育てさせてもらえればなと。なるほど。そういうところもじゃあここでやられてるってことですね。はい、やるときやったらちょっとこう、そうですね、コースの交渉を配したりとか、はい、あのネットで全部区切れるような形になるので、はいはい、間仕切りして使うっていう形になります。なるほど。確かにちょっと見てくる上、これはあれだ、こう分けるの、そうですね、センターに分けるのと、はい、あと両サイドに分けられるの、ここ一つだけで6面に分けられるような形になります。あ、確かにここだけじゃなくてこうとこうもあるんですね。そうなんです、はい、すごい。で、一つのエリアで大体あのティーバッティングが2面分作れるような広さになってますので、はい、十分なフィールディング練習、ティーバッティングすごいですね。選手を使っちゃってるから今使えないっていうのも今ちょっと、はい、ね、なくなるですよね。6面もあればないです、うん、こっち側何が、はい、真ん中は荷物置きか、そうですね、あ、まあ、柱があるのと足かという形なんですけども、はい、まあ、こちらに関しても同じように3面作ることがあります。あ、本当だ。で、ちょっと狭いんですけども 16m 以上ありますので、はい、野球のピッチングレーンに関しては十分確保できています。なるほど、いいですよ。こう集中できる、ここね、めちゃめちゃ集中できるよ。分けられてるので、はい、こっちの方がいいっていうお客さんがやっぱ多いですね。ああ、そうですよね。人目に、あれ、あ、iPad がiPad を使う器具がちょ向こうにありますよ。ますいいですか、ちょっとご覧いただければと思います。 iPad からそう。なんだ iPad があった。 iPad を使う理由はこちらです。あ、まさかラプソードだ。なんか自分が知っているラプソードなんかちょっとこうコンパクトっていうか、そうですね、低いというか、これは最新機種のラプソード 3.0 になりますので、ダルビッシュ選手、大谷選手が今使ってるマジっすかやつになります。それを体験できるんですか。はい、 3.0 なのでピッチャーが投げたボールをバッターが打って同時に計測ができるっていうのができます。今までのラプソード 2.0 に関しては片方だけになってたんですけども、 3.0 に関しては同時計測可能という。それじゃあ鳥肌なるほど。じゃあピッチャーが投げたその詳しい内容もだし、はい、バッティングしたこの軌道とかそういうのも全部、はい、全部出ます。そう、 iPad に収まりきります。頑張って収まってます。収まってます。すごいですね、それちょっと後で体験させてもらってもいいですか。はい、ぜひ体験してください。はい、ありがとうございます。そしてうちのもう一つの売りなんですけども、英語教室が併設をしております。はい、なんとやっぱメジャーリーガーを輩出したいなっていう目指せ大谷さんっていうところで、あのこちらが英語教室が併設となっております。なので野球もやって英語もやって。え、ちなみに英語はなんかなんですか、外国の方がとか。はい、外国の講師もいますし、保育士のなんか免許持ってます。はい、保育士の免許持ってるので、はい、そういったところであのコーディネーショントレーニングであったりとか、はいはい、っていったところを、まあ、重点的にできるような形になってますね。はい、いやすごいですね、英語喋れる。いやいや、喋れない通ようかな。でここは受付だと思うんですけど、はい、これって何ですか。ベースボール5という今今後流行る最新のスポーツになります。いや、マジですか。僕あの知り合いに宮野原くんっているんですけど、はい、宮野原くんも今ね、ジャパンのあのキャプテンでやってますよね。はい、BC リーグのあのつながりだったんですけど、はい、なんか彼が来た形跡がある。実は昨日も来ていただいて、めちゃめちゃ来るな。僕はあんま会ってくんないですけどね。あ、そうですね。まあ、ちょっと今後野球教室であったりだとかっていうのも宮野さんの方でちょっとやっていただけるって今お話が進んでいきますので。ああ、そうなんですか。いや、宮原君も頑張ってるかな、本当に。あ、しかも埼玉栄出身の選手も、はい、白崎選手来てるんですね。山下幸輝選手やばいっすね。こういった方も今来ていただきます。すごいっすね。で、ここに僕が乗るとおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。宮野原さんの上に、いや、宮野原君上やったらまあ考えるかいや、全然酸素カプセルもあるんですか。ちょっと今週
準備をしてますので、17日から酸素カプセルが導入っていう形になりますので、ケアもさせてもらいます。すごいです。やっぱやるだけじゃなくて、そのケアの部分まで考えてらっしゃるっていうのはちょっと。はい、素晴らしいですわ。結構スタッフの方いらっしゃる。はい、一応うちスタッフしっかりした、人間が揃っておりまして、まあもう埼玉の名門校ですね、一応出身っていった形です。花咲徳栄高校のソフトボール部出身であったりだとか、浦和連盟高校のソフトボール部出身、だから栄北高校、川越東高校の野球部のスタッフが実際に教えてくれるっていう形になってます。すごいですね。いや、そうやって教えてくれるとやっぱ、彼らも本当に 2,3 年前まで現役だった、はいはい、子たちなので、はい、バリバリ動けます。バリバリ動けるし、そのなんかね、練習してきた内容とかも絶対頭入ってると思うので、そういうところでなんか子供たちにいろいろ教えてあげてるんだ、はい、その施設とかを使用するあの料金とか、それに関しては、はい、後でこの動画のここに載せておきますので、はい、ありがとうございます、はい、見ていただいて。いや、マジですごいっすわ今動揺してますから、こんなすごかったなってちょっとびっくりしました。本当に使い方ですね、練習方法に合わせて広さを選んでいただけるといった形になりますので、無駄なく効率よく練習ができるかなと思います。お得なキャンペーンのお知らせ、翔平 TV を見たとお伝えいただけると登録料が無料に。ないない、練習してトレーニングもできて、英語もできて、でケアもできて、俺サスカプセル、ベースボールファイブもできてっていう。酸素カプセルがめちゃくちゃ気になった。そうなんですよ。僕酸素ちょっと薄いタイプなんだよね。濃度ちょっと濃いやつ入れないでちょっと、はい、でうちが入れるのボックス型なので2人入れます。2人入れるんですか、はい、あれです、寝ないタイプのやつ。寝ないタイプのやつです。編集しながらできるやつ。寝ていただいても大丈夫ですし。そうです、中でパソコンいじれるので。テレワーク式でもやってるんですか。はい、ありますよね。ありますよね。あ、そうなんだ。はい、というわけでですね、今回は、こちらのワイズベースボールアカデミーさんの施設紹介をさせてもらいました。もう多分見た方だ、もうみんなこれやばいなと思うんですけど、次はね、普通のプレーの方をさせてもらいますので、次回の動画もお楽しみということで、チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃー、イエーイ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。